皆さんこんにちは、まさきです。本日もご覧くださりありがとうございます。本日は4月18日が発売、クレイル新作について徹底解説させていただこうと思います。それでは改めて今回発売の新作について発表させていただきます。ツーウェイ花柄ドレープ半袖シャツ、再販&新色追加&価格改定が3色、ヴィンテージデザインフレアデニムパンツ新色が1色、ハーフジップ半袖フェイクスウェードプルオーバー新色が2色、こちらの3型の徹底解説を本日はさせていただきます。お待たせしました。皆さん今回の新作めちゃくちゃ待ってたよって方多いんじゃないでしょうか。このアイテムのチラ見せに関してはもう去年あたりからしてたのかなって思います。最初ねアイテムだけでなく柄だけ見せてたんですが、その際にもねめちゃくちゃ DM いただいてて絶対買いますっていうご連絡をたくさんいただいてたような超人気アイテムの発売となります。新作に関しても昨年発売していたアイテムの再販&価格改定ってことで超人気が予想されるし、新色に関しても ZOZO タウンの方でも超人気をいただいているアイテムの新色追加っていう形なので、全てのアイテムに関して超人気が予想されております。そのため今回の徹底解説最後までご覧いただけると嬉しいです。ただねハーフジップの半袖に関してはこの間の動画で徹底解説しちゃったばっかなので、色味の解説だけしつつ他のアイテムに関してはちゃんとした徹底解説をやっていこうかなって思っております。それじゃあやっていこう。それじゃあまずはメインアイテムかなっていうアイテムから喋っていこうと思います。ツーウェイ花柄ドレープ半袖シャツ、再販&新色追加&価格改定5500円税込みとなります。僕がね今着てるアイテムなんですけど、もうめちゃくちゃかっこいいし圧倒的な完成度を感じますね。去年も人気だったアイテムを再販してるっていう感じなので、完成度に関しては間違いないし、人気度合いに関しても昨年即完してしまってからいつ再販ですかっていう連絡をめちゃくちゃいただいてたアイテムなので間違いないのかなと思っております。ただね昨年発売した時は YouTube やってなくて徹底解説とか一切やってないので、今回もねしっかりと徹底解説を一つ一つ魅力を話しながらやっていけたらなって思います。それじゃあこちらのアイテムの魅力一つ目は価格設定です。普段だったらね価格設定1個目に話さないんですけど、ハーフジップ同様こちらのアイテムは昨年発売していたアイテムを再販しつつ価格を改定し落としたっていうアイテムなので、一番最初にね価格設定から話していこうかなって思います。昨年発売した際は5940円でこちらのアイテム発売したんですが、今年に関してはね価格をさらに下げて5500円税込みでの発売となります。税抜きで言うと5000円ですからね、もうめちゃくちゃ安いってのが分かるんじゃないでしょうか。そしてこちらのアイテム、ただ価格を下げただけではなく生地のグレードをワンランク上のものに変えて価格を改定しております。そこに関しては生地の魅力の際に話していくので、とりあえず今はこちらの価格設定になった理由とかを含めながら喋っていこうかなと思っております。なんでこちらの価格設定に変えたのかっていうところから話していくと、やっぱり他社さんの柄シャツを見てて思うのが、だいたい5940円から6600円あたりで柄シャツを販売しているブランドが多いんですよ。そうなった時圧倒的にクレイルを買ってもらう理由って柄の良さだったりシルエット、クオリティの高さっていう点もあるんですが、価格設定から見てもクレイルを手に取ってほしいなと思い、他のブランドへの牽制としての役割としてこちらの価格設定に変更させていただきました。こちらのアイテム何がやばいって、全色同じ柄で作ってるわけじゃなくて、それぞれのカラーごとに柄を作って、そしてこのクオリティの生地を使用して5500円なんですよね。もちろんね1つの柄を使ってアイテムを作るのと3つの柄を使ってアイテムを作るのだと柄が増える分工賃も上がるし、グラフィッカーの方に依頼する手数料とかもめちゃくちゃ上がってしまうんですよね。まあ、単純に言うとね3倍の手数料かかるって感じです。ですがクレイルではそれぞれ3柄別の柄で作りつつオリジナルでグラフィックを作成してるってのが他のブランドでは買えないし、クレイルだけで味わえるポイントとなります。正直ねこのクオリティの生地使ってこの価格設定にしてるブランドないと思うので、覚悟を決め込みながら作成したアイテムとなります。じゃあなんでこの価格設定にできたのかっていう話で言うと、ハーフジップの時と同じなんですが、単純に在庫数を多く積み込むことで工場さんだったりメーカーさん側に交渉して価格を落としつつ、クレイルの利益率を普通にただ落としたっていうようなアイテムとなっております。そのためね売れ残ったらもちろんやばいし、赤字覚悟で作成したアイテムなので、そこら辺のねクレイルの意気込みに関しても感じ取っていただけると嬉しいかなって思っております。はい、それじゃあこちらのアイテムの魅力2つ目が生地
です。縦に光沢感が入ったようなちょっと珍しいような光沢感のあるポリエステル生地を使用しております。花柄のグラフィックのノリもめちゃめちゃいいし、すっごい分かりにくいかもしれないんですけど、遊戯王のホログラフィーみたいな輝き方をしている生地感となっております。こういう系のポリエステル生地の中だと特にこういう花柄とかのプリントのノリが良くて、モード感のある印象にもなりつつシワにもなりにくいような素材なので、ストレスフリーで着用できるってのも魅力となります。僕が今着てるから分かりやすいかなって思うんですが、ドレープ感もめちゃくちゃ強い生地なので、スタイルアップ効果も見込めるようなアイテムとなっております。着膨れすることもないし、送信効果めちゃくちゃ強いんですよね。そして魅力3つ目が柄です。昨年発売したホワイトのカラーを再販しつつ、新色を2色追加するという形の3色展開での発売となります。僕が今着てるのがブラック×グレーっていうカラーで、ユリ柄をイメージして作っております。そしてもう一つの新色がこちらのブラック×パープルなんですが、バラだったりダリア柄を使って作ったようなグラフィックになっております。結構珍しいような柄感だし、色としても黒×パープルってことで、あんまりこういうカラーの柄シャツ出してるブランド少ないんじゃないかなと思います。先ほども言った話なんですが、こちらの3色全てクレイルがグラフィッカーの方と共同で作ったオリジナル柄になるため、クレイルでしか味わえないっていう特別感も魅力となります。実はね、これ以上にもたくさん柄作ってて、その中でも最も美しいなっていう3柄を選んで発売するっていう形なので、めちゃくちゃ自信がある3柄になるし、しかも3色とも何度も何度も柄の配置だったり大きさとかを組み替えながら作ったっていうような、これ以上はないような最も美しいと言われるようなバランス感で作ってるので、柄シャツとしての柄としては間違いないのかなと思っております。柄シャツ2年目ってことで、まあまあ僕的にも柄シャツ作るの慣れてきたし、結構上手な方っていうか、柄作る才能はまあまああるんじゃないかなと思っております。ほんとね、去年柄シャツ作った時、一生やりたくないって言ったぐらい柄シャツって作るの大変だったんですけど、今年もねめちゃくちゃ頑張りましたね。もしかしたら来年も同じ作業をやるのかなって思うとすごい憂鬱なんですけど、今年に関してもめちゃくちゃ頑張った分だけすごいいい柄が作れたんじゃないかなと思っております。そしてこちらのアイテムの4つ目の魅力が柄のパターンです。シャツ系のアイテムって身頃と袖の部分を縫う際って同じ生地なんですが、別の生地から持ってきて縫うんですよね。そのためね、ここら辺の柄が被ったりして、ちょっとなんか柄の印象強くなったり、柄感が綺麗じゃないなってなることが多いんですが、こちらのアイテムに関してはそこのボディと袖のパターンがなるべく重ならないように注意して作成させていただいております。もちろんね、これだけ総柄っぽく入ってるんで 100% 重ならないっていうのは無理なんですけど、基本的には超重なってるなっていう感じはないように作成させていただいております。そして今回の柄シャツで個人的に一番ここ変えてすごく良かったなって思ってる点でもあるんですが、今回の柄シャツはね、ここの背裏の部分に柄を貼ったようなデザインとなっております。背裏って腰裏とも言われて、ここら辺の部分になるんですが、背裏の部分に柄がある生地を縫い合わせることで、今見えてるこの内側の生地が見えなくて、物撮りとかした際にね、すごく美しいような印象になるんですよね。ここまでプチプラ帯の柄シャツでやってるブランドは見たことないし、無駄に工賃上がってしまうのでやらないブランド多かったりするんですが、やっぱりね、ドメブラだったりハイブランド入りの柄シャツってここまでしっかりとこだわられてるブランドが多いので、クレイルの柄シャツでもね、工賃上がってでもここはやりましょうってことで、ヨーク裏までしっかりとこだわってパターンを組ませていただきました。正直ね、言われなきゃ気づかないし自己満の範囲だろうし、工賃無駄に上がるのであんまりやらないかなってブランド多いんですけど、ここら辺までしっかりとこだわって洋服作ってますよっていうアピールとしてね、言っておこうかなって思います。そしてこちらのアイテムの5つ目の魅力が貝ボタンです。もうクレルではおなじみの本物の貝ボタンを使用しております。柄シャツと貝ボタンってめちゃくちゃ相性良くて、そもそも高い貝ボタンを使用することで高級感も出るし、他とは差別化したような印象になるってのも魅力となります。この価格帯で本物の貝ボタン使ってるブランドほぼないと思うから、そこら辺に関してもね、楽しんでいただきたいポイントとなります。柄シャツのモードな世界観にもバッチリ合ってるし、これ以上はないんじゃないかなっていうような高級感のあるボタンです。毎度ね、貝ボタンのアイテム出すときにこの話するんですが、本物の貝ボタンってアイロンとか直当てしてしまうと破損してしまう可能性があるので、注意しながら取り扱いするのがおすすめとなります。そしてこちらのアイテムの6つ目の魅力が着心地とシルエットです。
背面に関しては2タック入れた仕様を採用していて、2本ね背面にタックを入れることでこういう風に動かした際もここのタックがゆとりを取ってくれることですごく着心地が良くなるような仕様となっております。そしてねサイドに関してはスリット入れてる仕様なので、ここら辺もね着心地の良さに繋がってくるポイントなんじゃないかなと思います。あ、サイズ表を載せ忘れたのでここら辺に載せておくんですが、ぜひサイズの参考までにしてみてください。そして細かいシルエットに関しては着用動画も一緒に載せながら話していくんですが、程よくオーバーサイズでありつつ長すぎない着丈で設計することでスタイルアップができるシルエットに設計しております。先ほども話したんですが、今回のねドレープ感が強くて落ち感が強いような生地では着膨れ感が出にくく、送信効果もめちゃくちゃ強いっていうのが魅力となります。今回使ってるシルエットは前回の柄シャツとほとんど変えてないんですが、これ系のとろみ系のシャツの生地ではこれ以上はないんじゃないかなってぐらい美しいシルエットになってると思うので、ぜひこちらのシルエットに関しても楽しんでほしいです。こちらのアイテムの最後7つ目の魅力が 2way で着用可能な点と着回し力の高さです。僕が今着てるようなオープンカラーシャツとして着用可能で、こんな感じでレギュラーカラーシャツとしても着用できるような 2way で着用できるアイテムとなっております。パターンを1から設計し、オープンカラーで着た時もレギュラーカラーで着た時も両方で最もシルエットが綺麗に見えるようにパターンを設計して作成しております。まあ半袖柄シャツってことで基本的にはオープンカラーで着た時がメインになるんじゃないかなと思うんですが、こういう風にねレギュラーカラーとしても着用可能なので、アウターを羽織った際にもコーデが映えやすいのが魅力となります。そのため半袖系のアイテムと合わせるのももちろんなんですが、こういう風にねレギュラーカラーにした際は長袖系のアウターを羽織って春コーデや秋コーデのインナーとして使ってあげるのもおすすめです。あとねやっぱりオープンカラーで着た際はね小顔効果もめちゃくちゃ強いので、女性の方だったり低身長の方にもおすすめしたいポイントとなります。他の着こなし方で言うと今季トレンドのデニムと合わせるのももちろんだし、タックインしたコーデや羽織として使ったコーデもめちゃくちゃ映えやすいので、ぜひそこら辺のコーデも真似してみてください。それじゃあ今回発売の2つ目のアイテムがヴィンテージデザインフレアデニムパンツが新色ベージュブルー5940円かっこ税込みとなります。もうねこちらのアイテムはクレイルを語る上では欠かせないんじゃないかなっていうような超人気アイテムとなっております。 ZOZO でも一生通常販売になんねえよって言われるぐらいずっと予約販売のアイテムなんですけど、それぐらいね生産が追いつかないぐらいの人気をいただいてるようなアイテムで、そちらのアイテムからねまためちゃくちゃかっこいい色を作ってしまいましたよっていうのが今回の新色となります。新色追加とか何回かやってきてるんですが、実はね YouTube の方では魅力解説1回も触れたことないので、こちらのアイテムの魅力について一つ一つ解説しながら喋っていこうかなって思います。それじゃあこちらのアイテムの魅力一つ目がカラーです。普段だったらシルエットとか生地から最初に話すんですけど、今回のアイテムは新色追加ってことなので新色のカラーの魅力から喋っていこうかなって思います。今回のデニムではブルーのデニムにめちゃくちゃ強くウォッシュをかけた後にオーバーダイ加工を施したようなちょっと黄ばみ感のあるカラーリングとなります。まあ今まで発売してきたカラーの中で一番ヴィンテージ感強いんじゃないかなっていうカラーになりますね。近年のヴィンテージデニムトレンドからこちらのカラーを作ったので、まあ間違いなく人気なんじゃないかなと思っております。今回のデニムのカラー作ってて思ったんですが、相変わらずデニムの色染めんの僕上手だなって思っちゃったようなすっごい綺麗なカラーリングになってるので、このデニム狙ってるよって方はこの加工感だったりカラーリングの美しさに注目して見ていただけると嬉しいです。そしてこちらのデニムの2つ目の魅力が生地と加工です。11.5 オンスから12オンスほどのミドルオンスぐらいの生地を使用しております。ちょっと微妙なぐらいの重さなんですけど、まあ、世間一般的にこの価格帯のデニムで販売されてたらめちゃくちゃ質いいよねって言われるような厚みと重さと柔らかさも兼ね備えたような、これ以上はないんじゃないかなっていうような高級感のあるデニム素材となっております。あ、言い忘れたんですけど、もちろんねコットン 100% 生地になっています。個人的にはヴィンテージ感のあるデニム作る際は間違いなくコットン 100% 生地が色のノリもいいので、まあこういう風に綺麗に作るんだったらコットン100デニムは安定かなと思いますね。ミドルオンスってことで重厚感と高級感もありながら通年着られるようなデニム生地になってるので、シーズンレスで着用できるってのもこちらのアイテムの魅力となります。そして加工としては先ほども話したんですが、前後にブラスト加工を施してあって、太ももあたりのところにヒゲ加工を施してあります。そして生地全体にオーバーダイ加工を施したっていうようなアイテムとなります。ヒゲ加工とブラスト加工はボッシュっぽいような加工のことなんですけど、オーバー
ーダイ加工って何なのって方のために話しておくと、元のデニムの色の上からさらに染料で染める加工のことで、めちゃくちゃヴィンテージデニムっぽいようなカラーリングになる加工のことです。最近だとケミカルウォッシュ加工も流行ってるんですけど、オーバーダイデニムがめちゃくちゃトレンドできてて、個人的にはケミカルウォッシュよりオーバーダイの方が流行ってるのかなって見てて思います。面白いのがね、ケミカルウォッシュとオーバーダイ両方入れてますよみたいなデニムもあったりするので、まあ、めちゃくちゃ工賃上がってしまうので、基本的には価格帯安いところではやってなかったりするんですが、そういうデニムとかも見ていただけるとすごくね、視野も広くなるし、いろんなデニム楽しめるのかなと思います。そしてこちらのアイテム3つ目の魅力がステッチなどの装飾です。よりヴィンテージライクなカラーにしたくて、ステッチのカラーに関しては金茶ステッチを採用しつつ、ボタンやジップはアンティークシルバーのカラーを採用しております。アンティークシルバーってどういうカラーリングなのって方のために話しておくと、通常のシルバーのボタンよりも黒みがかったような霞んだ、よりヴィンテージ感のあるようなカラーリングのことです。そしてジップに関してはクレイのデニム基本的にこれ使ってるし、大体のデニムこれ使ってるんじゃないかなって思うんですが、デニムで定番で使用される形の YKK ジップを採用しております。装飾の色味やステッチの入れ方に関しても、既存で販売しているケミカルウォッシュのカラーとは全く違うような入れ方にしているので、そこら辺のポイントも楽しんでもらえるかなって思うし、まるでね、新作のような新色っていうようなアイテムなので、既存でこちらのデニムパンツを持ってるって方にも楽しんでいただけるかなって思います。そして4つ目と5つ目の魅力がシルエットと足長効果です。サイズの参考としてはここら辺に載せておこうと思います。ぜひサイズの参考までにしてみてください。そして着用動画も一緒に載せながら喋っていくんですが、シルエットとしてはクレイルが超好評いただいている、僕が考える最も足長効果が強く見えるストレート入りのフレアシルエットを採用していて、さらにセンタープレスを入れたデザインで作成しているため、めちゃくちゃ足長効果が強いパンツとなっております。こちらのアイテムに実際に着てたレビューやコメントでは、5センチぐらい身長が高く見えますとか、身長5センチが5940円で買えるのは安すぎるみたいなコメント書かれるぐらいスタイルよく見えるアイテムなので、低身長の方にはもちろんおすすめしたいし、よりねスタイルをよく見せたい方や足長効果を出したいって方にもめちゃくちゃおすすめしたいようなアイテムとなっております。こちらのシルエットに関してはもういろんなパンツで出してて、全アイテム超好評いただいてるので、まあまあまあシルエットに関しては間違いないのかなって思うし、クレイルが過去作ってきたシルエットの中でも代表作みたいなシルエットなので、どんな方が手に取っても間違いないのかなとは思っております。そしてこちらのアイテムの6つ目の魅力が着回し力です。加工感や色味の見え方に関してはヴィンテージ感の強いような見え方になっているんですが、シルエットやポケットのデザインなどはよりモードで綺麗め感が出るような印象に作っているので、カジュアルなコーデから綺麗めなコーデまで幅広いコーデと相性がいいっていうのが魅力となります。もともとねデニムパンツって何とでも合わせやすいよねとか、着回し力が高いっていうのがポイントになるんですが、クレイルのデニムパンツはそれにプラスしてフレアシルエットで作ってるので、もともとカジュアルだったりヴィンテージ感の強いような印象のデニムにモードだったり綺麗め感の強い要素を組み合わせたようなアイテムなので、まあどんなコーデに合わせても映えてくれるし、基本的にコーデに困ったらこちらのデニム履いておけば大体のコーデはいい感じに完成するんじゃないかなと思っております。それぐらいね着回し力高いし、最近のトレンドにもズバでマッチしてるようなアイテムなので、ぜひねこちらのアイテム1着も持ってないとか見たことないよって方は、シルエットの美しさに関してもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。そしてこちらの魅力最後7つ目が価格設定となります。なんと5940円税込みってことで、今回のデニムに関してもクレイルの圧倒的な生産力と超在庫積んでるっていう生産背景を元に作ったアイテムなので、価格設定に対する品質の高さに関しても楽しんでいただけたら嬉しいかなって思っています。 ZOZO のアイテムの中だと予約販売だとしても月間パンツランキングメンズ1位取っちゃうようなアイテムなので、新色に関しても楽しみにしててほしいし、既存色のカラーに関してもね一生通常販売にならなくて、いつ通常販売になるんですかとか、クレイルのアイテム予約多すぎるってコメントいただくんですが、生産に関してはねめちゃくちゃ頑張っていただいております。ただねどうしても生産してる速度よりも売れてく数の方が多くて間に合ってないんですよねっていうのが現状で、嬉しい悩みではあるんですが、そういう風なことが起きてしまうような品番なので、こちらの新色に関してもそこら辺を注意しながら手に取っていただけると間違いないのかなと思っております。それじゃあ今回最後の新作アイテムがこちらとなります。ハーフ
ックジップ半袖フェイクスウェードプルオーバーが新色ネイビー&ホワイト2980円税込みとなります。こちらのアイテムに関しては魅力解説の方、割と直近で行ったアイテムのためカラーの魅力についてのみ触れていこうかなって思います。ぜひね、こちらのアイテムの魅力解説も見たいって方はこちらの動画に飛んでいただけると魅力解説をやっているかなって思うので見ていただけると嬉しいです。それではね、こちらのアイテム着ていくんですが、着るとこんな感じで、現在ホワイト着てるんですが、背景の色とね同化しちゃわないかちょっと心配なんですけど、どんな感じになってるかわかんないんですが、ちゃんと見えていますでしょうか。こちらのアイテムは今年発売したアイテムの中でもトップ3に入るぐらいの人気をいただいたアイテムで、だいたいね3時間で3000着を超えるような在庫数が動いたような商品版となっております。やっぱり価格設定がなんといっても魅力で、2980円でクレル自身も赤字覚悟で生産してるアイテムのため、新色に関してもねめちゃくちゃ楽しみにしつつで手に取っていただけると嬉しいなって思っております。こちらのアイテム現在ね多くのレビューいただいてて、僕がさっき見た感じだと27件ぐらいだったかな、全て星5っていうね、もうレビューに関しても異例中の異例のレビューをいただいてるような、めちゃくちゃ好評をいただいてるアイテムなので、こちらのアイテム手に取ったことないよって方もね、そこら辺を見つつ安心しながら手に取っていただけるんじゃないかなって思います。先月の月間のトップスランキング ZOZO タウンで1位だったようなアイテムなので、本当にねありがたいし、初めてクレールトップスで月間1位取ったかなって思う品番がこれなので、クレールを代表するような品番だし、それだけね多くの方にも手に届いていただけて、本当に僕的にはねめちゃめちゃ嬉しいなって思いました。こちらのアイテム手に取っていただけた方、本当にねありがとうございます。話ちょっと脱線しちゃったんですが、新色のカラーについて話していこうと思います。新色に関してはホワイトとネイビーの2色が追加っていう形になっていて、ネイビーのカラーに関しては長袖バージョンでも超人気をいただいていたカラーなので、こちらのカラーを追加することが決定しました。クールで雰囲気映えもしやすくて、女性受けもめちゃくちゃしやすいカラーとなっています。結構ね暗めのダークネイビーみたいなカラーなので、着回し力の高さに関してもね間違いないかなと思います。デニムパンツとかとめっちゃ相性いいようなカラーリングですね。特にねちょっとスウェードの良さでもあるんですけど、ムラがあるようなカラーリングの風合いになってて、まあ、そこら辺のね表面感に関しても楽しんでいただけるんじゃないかなって思っております。そしてもう一色が僕が今着ているホワイトなんですが、よく考えたらクレイルルハーフジップでホワイト出してないなって今更ながら思って追加したカラーです。ライトグレーあるからホワイト追加しなくてもいいかなって思って作ってなかったんですが、これ作ってみたらね全然ライトグレーと違うなって思って、ホワイトなんで今まで作んなかったんだろうっていうような超定番カラーになるので、多分ね今期発売する半袖ハーフジップの中の一番人気なカラーはこのカラーになるんじゃないかなと思っております。夏ってね特にこういう白 T とか白シャツみたいなカラーリングがすごく人気なので、まあこのカラーめちゃくちゃ人気なんじゃないかなって思うし、やっぱね着ててねめちゃくちゃおしゃれだし可愛いんですよね。このカラーネイビーに関しても長袖ですでに超人気だったっていう実績もあるし、両カラーとも超人気が予想されてるため、すごく個人的にも楽しみだなって思っています。はい、それじゃあここまでご覧いただいた方ありがとうございました。4月18日お昼の12時 ZOZO タウンにて発売の参加となります。今回に関してもクレールの今季を代表してくれるような発売日となっているため、個人的にもすごく楽しみだし、待ってましたって言ってくれる方がねめちゃくちゃ多い発売日になるので、インスタライブだったり YouTube ライブの方でもねこちらのアイテムの魅力解説もしようと思っております。やる時間とか日時はここら辺に書いておくと思うので、この時間にねインスタライブないし YouTube ライブにね来ていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。それじゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもいいなって思ってくれた方はコメントだったりチャンネル登録高評価の方をいただけると嬉しいです。それじゃあバイバーイ。